はい、藤兄です。菊池裕太です。藤裕太です。おー、なんやお前おこんにちは。こんにちは。ですね、今日はですね、静岡ですかね、リアルフェスタについて2人が紹介するということで、はい、そんな感じですはい、ということでね、とりあえず今度あるフェスタの紹介をここにいるキャス君、菊池裕太プロにしてもらおうと思うんですけど、最後にね、すごいいいお知らせがあるんで、皆さんぜひ最後までちょっと見ていただけたらと思います。はい、4つあります。4つある。4つあります、うん、シングルパフォーマンス、はい、ユニットパフォーマンス、あとはみんなで撮影っていう、でワンメイク、シングルパフォーマンスっていうのは、まあ1人個別個人個人で90秒のステージを行ってもらうというのがシングルパフォーマンス。あとワンメイクゲーム、これも去年あったワンメイクゲームですけど、まあもう名前のごとくワントリックで勝負する。ユニットパフォーマンスは2人から3人でチームを組んでもらって、これもまあそのチームでパフォーマンスをしてもらう、これがユニットパフォーマンスですね。いつもあるやつですね。いつも前回やりました。これもなかなか見応えがあって面白かった。これがね、ユニット面白いんですよね。もう見てる僕を一番楽しみにしてます。これ一番楽しみ、一番楽しみですこれ一番楽しみにしてんのに、これから紹介するやつ一番楽しみじゃないですか。一番楽しみなんですけど、次にやるのは一番ワクワクしてます。ワクワクしてます、はい次は撮影ですよ。そのワクワクしてるの撮影、みんなで撮影、これはやばいです。やばい、本当にやばい。もうやったことないですからね、前代未聞です。これはちょっと説明しましょうか、はい、これがですね、参加者一つの、映像の作品を作って発信しましょう、うん、数人で一斉の出てタイミング合わせて技をやったり、うん、ちょっとフォーメーションを組んで、いろんなところから撮影してみたり、撮影の手法を変えてみたり、もうかっこよくって、本当に見たことない映像が出来上がると僕は信じてます。でもこれ皆さんの協力があってのことなので、想像しただけでもうワクワクしますね。ワクワクします。ワクワクする、はい、楽しみでしょうがない。楽しみでしょうがない、はい、スケボーって基本的には一人でやる技が多いじゃないですか。ね、単独の競技って思われてるかもしれへんけど、はい、それをこうなんていうのかな、こう塊感で見せるっていうところで、まず一つ、はい、ユニットパフォーマンスっていうのを考案して開発して、はい、この間やって大成功したじゃないですか、はい、であれを見た時に何を思ったかというと、これってなんかもっとみんなに伝わるんじゃないかなと思ったんですよでそう思ってなんかもっとでかい規模でできへんかなと思ってた時に、まあ、ぼんやり考えてたんやけど、それを先にこの人が後半して持ってきてくれたと、うん、なんかみんなでこんな撮影したらいいんじゃないですかみたいな話、まあ、飲んでた時にね、はい、あったんですよね。これがちょっともしかしたら形にできるんじゃないかっていうことで、とりあえず、まあ、打ち合わせをしてどれぐらいできるのかっていうのを今日ここでとりあえずちょっとみんなでやってみました。そうですね、うん、どうでした、やってみて。大変でしたね大変だったけど、もうとにかく笑ってました。撮影が面白いもちろん時間あってのことなんで、バタバタするし、緊張もするんだろうけど、撮影風景が本当に面白いです。これはやっぱもうそれ自体が思い出ですよね。絶対楽しい思い出、ね、思い出っていいことが出ましたね。もうとにかく思い出です。みんなで思い出作りましょうよ。そういうことです。それが映像として形になると、すごいですよ。全世界ちゃうわ、日本全国に全世界に発信されたすごい全世界違うまあまあでもね、全世界じゃなくても日本全国に発信されたこれ相当すごいと思うんですよ、はい、で影響力もあるんじゃないかなと俺は思ってて、フリースタイルって結構狭い世界じゃないですか。だけどこれやることでみんながやってることが日本のね、全国の皆さんに伝わって、これも楽しそうやなっていうのが伝わればもっとね、みんなの仲間増えると思ってるんで、ぜひみんなでいいものを作りましょうということで。そうです、作りましょう。上手い人だけのものじゃなくて、本当に始めたばっかりの人であっても、ちょっと乗れれば、それも撮り方とか、
仲間と撮ったりとかするだけで、うん、あこんなにかっこよくなるんだなっていうのも感じてもらいたいし、うんうん、なので本当に、ビギナーの方ももちろん参加してもらいたいですこれは。まあ、口で言っても、うん、いまいちピンとこないと思うんで、うんうん、今日まさにねその FS の関東のメンバーで、うんまあ、こんな感じになるのかなっていうのを、うんまあ、予行演習としてやってるんで、うん、ちょっと映像見てみましょうか、うん、じゃあ行ってみましょう。はい、とりあえずそれなのでこの時に映像を貯めてあとこれヤフーの方からできればと思って、まあ YouTube で FS の方からでも動画ですけどやっぱちょっと目立つやつもそうだね。赤が入ってた方がいいんじゃないか説もあって文字は読みやすい。なんかまんじがムキッとしてて可愛いダメだもうキャラクターにしか見えないやってきてほしいやつ。はい、やってきてほしいやつがあります、うん、フットワークなんですけど、うん、エンドウォークで、自分のノーズ側から、動いて、最後ノーズアップするっていう動きなんですけど一回やってみますね。僕こっちノーズです。どうぞ。1,2,3,4,5,6,7。
これをやってきてもらいたいです。お願いします。エンドウォーク、エンドオーバー。今回も目白押しです。楽しんでいきましょう。コンテストじゃないんで、フェスタなんで。